平面クロスしていましたか？ここからは、ゆっくり平面クロスが見られます。あと、萩山駅について、語ります。もともとは堤康次郎の箱根土地が所有する、小平の分譲地の輸送手段として、国分寺駅萩山駅間、萩山駅本小平駅間、に、多摩湖鉄道が走ったことが始まりです。昭和3年のことでした。西武鉄道の原点がこの電車です。その後、萩山駅村山貯水池駅間を昭和5年に延伸しました。この時、多摩湖や狭山湖が観光地としてにぎわっていたそうです。東村山駅村山貯水池前駅間を走る、現西武沿線と乗客の奪い合いをしていたそうです。だから、西武線には、狭山湖や多摩湖に伸びる支線が多いんですね。村山貯水池駅と村山貯水池前駅と駅名バトルをしていたそうですわら。白い電車が走っていく先には、西武遊園地があります。結果として、西武沿線の乗客奪い合いに、多摩湖鉄道が勝ったそうです。金平の小動物ラッピング電車が来ます。昭和15年に、武蔵野鉄道と多摩湖鉄道が合併しました。堤康次郎が、武蔵野鉄道の経営を掌握しています。他にも、旧西武鉄道や西武農業鉄道を合併させています。昭和21年に、西武鉄道が誕生しました。ここから、左へ向かう、西武拝島線は、後からできました。昭和19年に、日立航空機立川工場への専用線として敷設されました。今では、西武拝島線となっています。多摩湖線沿線には、軍事施設や学校が建設されて、5年で収益が8倍に増加しています。儲かっちゃったので、乗る人も増えて、ラッシュ対策を行います。600V から1500V へ昇圧しました。車両不足から、電車とガソリンカーが走っていました。他にも、京王電鉄から、23型ボギー電動客車3両を譲り受けています。江ノ電からも、4輪農業電動客車3両を譲り受けています。自派101、102を他社に譲渡し、電動客車を増やしています。自派って何ですか？私は、当時、生きてないので、よくわかりません。電動化に力を入れてたんでしょうね。西武拝島線が拝島駅から、やってきました。この角度で、ホームに侵入するの？うわ、ぶつかりそう。すごいギリギリで、ぶつからないなんて、すごい設計力と施工力です。他にも、伊豆箱根鉄道からも車両を譲り受けたそうです。昭和25年、西武園遊園地ができて、多摩湖線が賑わったことでしょう。2021年には、西武園遊園地がリニューアルします。西武多摩湖線の西武遊園地駅は、多摩湖駅になります。レオライナーの遊園地西駅は、西武園遊園地駅になります。もう、昔のように、集客争いをしなくてよくなったこともあり、心温まる幸福感に包まれる世界をコンセプトに、西武園遊園地がリニューアルされます。そして、西武多摩湖線の駅名バトルも、落ち着きます。西武遊園地駅から、西武多摩湖線が来ました。白と青色の西武新101系です。伊豆箱根鉄道線300系仕様にラッピングされています。歴史を読み解くと、なぜ、白と青色なのか、わかってきますね。萩山駅では、西武の歴史を感じることができました。鉄道会社間の助け合いも、素晴らしいと感じることができました。ということで、ご視聴ありがとうございました。